ところに行き渡って、それからあとあと9月12日から始まりました北条家も晴天に恵まれまして、今日18日の、最後の納めのお祭りを行いまして、本当に今日のクライマックスにふさわしい同時育成祈願祭が、このように、同時実施してまいりまして、心から敬意をまた感謝を表するところでございます。箱崎八幡さんの狼様は、慈しむ心が大事ということで、その教えをお諭しいただいております。またこの御祭神は王神天皇様であり、神宮皇后様であり、親子でもございます。またもう一方いらっしゃる方は、玉入り姫の御子様でございまして、初代神武天皇様のお母様でございますから、どうぞあの親子の、守り神として、皆様方をお守りしていただいております。これからどうぞ八幡狼様のご加護と、またこの、八幡様のお力をおたたえいただきまして、慈しみの心、心としてお過ごしいただきますように、これからの皆様方ますますのご多幸とご健勝と、また地後の皆様方の健やかなるご成長をお祈り申し上げるところでございます。今日は福岡のメーカーどころの従事者の方々も皆さんをお祝いさせていただくということで、たくさんお菓子をあの奉納して協賛しておりますので、どうぞお帰りは、皆様方それぞれにお勤めいただければ幸いでございます。意を尽くしませんが、皆様との癒やさかいをお祈り申し上げまして簡単でございますが、本日の地獄行列北条神事の納めのお礼の言葉とさせていただきます。本日は誠におめでとうございました。ありがとうございました。はい、それでは、風船の方も整いましたので、これから先ほどと一緒ですね、北条神事を行います。1、2、3、北条と私が発生いたしますので、声高らかにご唱をお願いいたします。それでは参ります。1、2、3、北条。北条、拍手をお願いいたします。ありがとうございました。それでは、引き続き箱崎宮北条家大祭に際しまして、毎年ご協賛をいただいております華道慶心会様より、子どもたちへお菓子を配布させていただきますので、お母様方、父兄の方、どうぞステージからこれから降りていただいて、順番に、お菓子を受けていただきまして、解散とさせていただきます。どうぞ階段から降りますので、まあ、ここからじゃない